ではホームの藤枝の予想フォーメーションで見ていきます。前節から2人入れ替えています。ゴールキーパーは内山、ディフェンスは右から小笠原、川島、神谷です。ダブルボランチは鈴木純と水野大輔、そして左に榎本です。右に久保藤次郎が4試合ぶりにスタメンに入りました。そしてトップ下には横山、11番の土井と、そして今日が今シーズン初スタメンの押谷となっています。では続いてカタール富山の予想フォーメーションで見ていきます。こちらも3バックです。2人入れ替えてきています。ゴールキーパーは西部、ディフェンスは右から大畑、林道、鎌田です。アンカーの位置に薄井が入っていると予想します。今シーズン初スタメンです。右に松本、左に安藤です。ツートップが川西と、そして今シーズン初出場となります27番吉平翼、そしてその下に椎名と姫野と予想します。姫野から薄井が触ろうというところです。後ろからカバーに入って、大きなボールはキーパーなんとか内山です。さあボールを奪いました藤枝。久保、宮に横山がいます。久保のクロスボール、ディフェンスに当たってキーパーが抑えました。少しコースが変わりました。9失点中4失点がセットプレー。ヘディングクリアは林道だったでしょうか。榎本、後ろに鈴木純がいます。そこに戻してダイレクトで入れていく。ファーサイド、ヘディングを落とした。川島が落としましたが続きませんでした。まだあります。ドリブル入っていく、クロスは打てません。榎本から横山、シュート打った、ディフェンスに当たってコーナーキックです。ニャーへ、もう一度コーナーのようです。さあ富山が敵陣深くでのスローイン。薄井から川西、割と川西が降りてきたり自由に動きます。大畑のクロスボール、吉平がヒールで送りました。あっとここはプレスはかけましたが倒れましたが、あ PK か、 PK です。決まりました。富山が先制、 PK で1点を獲得しました。吉平は今シーズン今日初出場にして PK で初ゴールを獲得しました。キッカー薄い、ヘディングシュート、はキーパー抑えました。さあ藤枝サイドからクロスボール、キーパーこぼれてシュートにはいけませんでした。監視前を向いて大畑へ、松本背後へのボール、ここはいませんが安藤が上がってくる。安藤のクロスから合わせた、最後は姫野、追加点カタール富山、2対0と点差を広げました。松本のクロス、ファーサイドに安藤が追いついて、最後は姫野が合わせました。かつて藤枝でプレーした安藤と姫野の連携、セカンドボール、末木のシュート、枠をわずかに超えました。一人剥がしてクロスボールは、土井はシュートに行けず、まだあります。久保のクロスボール、ミキ、ミキシュートはキーパー西部がブロックしました。主審が時計を見ました。
このパス通らず、ここで試合終了の笛。ホームの藤枝、2試合連続の無得点ということになりました。一方カターレ富山、第1節愛媛戦以来5試合ぶりの白星を手にしました。藤枝対富山の一戦、2対0、富山が勝利を収めています。